はい、続きを編んでいきます。はい、皆さんおはようございます。セノンです。はい、今週も頑張って編んでいきましょう。いや、10月にも入りましてね、絶賛花粉症中いや9月に発症して、だいたい毎年ね9月いっぱいで終わるはずなんですが、今年はね10月入ってもね続いております。いつもだったら鼻が詰まって副鼻腔炎っぽくなってとか喉がガラガラになってぐらいなんですけど、今年はね目かゆい、鼻かゆい、顔かゆい、頭かゆいっていうか皮膚がかゆい、あとちょっと微熱っぽくなるみたいなね、なんとなくだるいみたいな症状が出ておりまして、はよこれ収まってくれみたいな。だから家から本当にいつも以上に、いつも引きこもりですけど、いつも以上に引きこもっております。もう新しくつけたねエアコンさん、空気清浄で頑張ってもらって、で外にね買い物とかで仕方なく出なきゃいけないって時はもうマスク二重にして、花粉よけのスプレーかけてみたいなね、もう本当にすごい防御体制で出ております。で、はい、今日はここまで編んでまいりました。一応ヘアバンドをというかターバン、こんな幅広ですね、幅広のターバンを作りたいということで、これがターバンの幅になります。すごい太いでしょ、うん、帽子かっていうぐらいのレベルの太さのものを編んでおりまして、でそこからこのてっぺんだけですね、てっぺんだけちょっと三つ編みにしたいと。で三つ編みっぽく編むのではなくて、本当に3本こう帯になるように編んで、それを完全に三つ編み、普通に物理的に三つ編みをして、でまたこう1枚につなげてっていう状態のものを作りたいということで、今日はその三つ編み部分ですね、取り掛かっていこうと思います。で今ここ30目だね、30目編んでますので、三つ編みということで10目ずつ編みたいと思います。でこちらの本体の方というかね、うね編みをしておりますが、三つ編みの部分はうね編みである必要はないなと思ってますので、ここはどうしようかな、おとなしく普通に細編みしていこうかなと思います。とりあえずこの細編みを10目ですね、これ1目目、もう普通に細編みだけなんで何ともないんですけど、1でしょ、2、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、10目、はい、これ10目編みました。ここまでがこう1本目です。1本目になりますので、はい、ここから鎖編み1つしてくるんして戻っていきます。また10目編みます。でまたくるん、これで細編みですね、ただの細編みです。模様編みとかしなくていいと思うので、三つ編みしちゃうので、そんなに凝った模様編みしても三つ編みでぐちゃぐちゃっとなっちゃうと思いますので、シンプルに細編みでいこうと思います。そう、ある程度の長さまで編みたい、そのある程度の長さがどのぐらいかがまだちょっと見えておりませんが、なので一応ねこの糸自体がとっても伸びる糸なんですね。伸びる糸なので、普通に細編みしてるだけでもある程度伸びます。でこっちはうね編みなので、ちょっとターバンにしては半分ね、頭半分にしてはちょっと短いなと思うかもしれないんですけど、伸びるんですよ。伸びるのでこのぐらい。今ねこのうね編み部分ですね、段数で言うと34段ぐらいかな、34段ぐらい編んでおります。どのぐらいかな、物理的に三つ編みしたいだけなので、こう三つ編みの仕方もちょっとあやふやですけどもうちょっと10目、20目ぐらいは欲しいか、15目、はい、で今10目で15段編んできました。これ3つですね、こっちも15段、こっちも15段、編んでこれをこう三つ編みに、無理無理三つ編みにして 1,2 ぐらいかな、20段にしましょう。悩んだ末ですね、20段いってみましょう。あと5段編みます。
20名編んできました、編んできたんですが、とある事情でもう1段欲しい、21段欲しいなと思います。はい、とある事情とは何かと言いますと、終わりがこっち向いててほしいんですよ。で、今こっちからも糸つけて10目編んで、同じように21段編むと終わりが左側に来ると思います。で、最後この3つ目ですね、3つ目の方もここから編み始めて編んでいって、終わりが左で終わると思います。で、そこから、そこから三つ編みをして、で、そこから端っこからこっちに向かって同じ方向で編んでいきたい。こう編み目になんか違和感がないようにしたいので、全部のねやつがこっちで終わるようにしたいなということで21段にしました。こっから編み始めてだもんね。よし、じゃあ全部で21段にして、とりあえずここで一旦、はい、21段編んだら1回切ります。切って、でここからですね、ここの隣です。はい、そしたら今ここまで編んだのにこの隣ですね、隣に糸つけまして、でここからよいしょ10目ですね、またここまで、これ2本目です。1本目、これ2本目、2本目を21段ですね編んでいこうと思います。はい、こちらも21段編んできました。よいしょ。なのでね、これ、こう、なんていうんでしょう。ちょっとこう、ぐちょっと丸めてもいいので、こう、三つ編みにしていこうかなと思います。なので、あともう一本ですね。あともう一本、21段まで編んで、次回これを三つ編みにして、こうね、三つ編みにして、で三つ編みどこで順番ですよね、この順番を変えた状態で、また一つの一枚にしていくという作業を次回やっていこうと思います。だからそれまでにあともう21段ですね、10目の21段やっていこうと思います。忘れないうちに書いておきましょう。もう今日これしかやってない。本当にただ細編みです。ただの細編みです。細編み。で、10目で21段。これを3つ作る。ということをやりたいと思います。うん。で、次回はこれを三つ編みにして、ちょっと無理が あるぐらい、こう、くちゃくちゃっとなるとは思うんですけど、それでいいんです。くちゃくちゃ OK です。くちゃくちゃにして、で、まあ、順番を変えてまたうね編みをしていくというのを、次回やりたいと思います。少しずつですけどね、形になってきてるかなと思います。今日はちょっと早いんですけれども、このくらいで終了しようと思います。なぜならですね、なんと我が家、もうこの間びっくりしたんですよ。ちょっと雑談して世間話していいです？この間びっくりしたんですけど、朝起きて、まあ高校生のためにお弁当作るんですけれども、朝起きてここも用意しておいたおかずを温めて、あとは詰めるだけって状態にしてあるんですが、で温めようと思ってね、電子レンジをピュッとつけたらつかない、動かないってなりまして、え、なんで、オーブンレンジ壊れた、え、で朝使えない、朝に電子レンジ使えないってね、かなり痛手ですよ。で、えってなって、どうしようどうしようってなってたんですが、その我が家ですね、電子レンジ、オーブンレンジの隣にトースターも置いてあるんですね。で、トースターでじゃあパンだけ焼くかと思ってトースター動かした、トースターも動かない。え、ここに来てオーブンレンジとトースターいっぺんに壊れたかと思って、ってなったんですけど、よくよく見ると同じ、まあ、コンセント、二口もコンセントですね。コンセントのところからちょっとオーブンレンジとトースターってついてるんですが、代わりに別のコンセントのところにトースターを挿したら動くということが分かりまして、でオーブンレンジもコンセントを違うところに挿したら動くってことが分かりまして、なんとコンセントが1個
ダメになっていたっていうことが判明いたしまして、本日これからね業者さん来るので、もうコンセント変えればいいだけじゃんっていう気持ちもあるんですけど、あれはちゃんと資格を持った人じゃないと触れないということで、業者さんお願いしてこれから来てもらってコンセント変えてもらうという作業が発生いたしますということで、本日は軽めでこういうことで、はい、次回までにね一本作っておこうと思います。はい、本日はそういうことでということで、よかった、オーブンレンジとトースターがいっぺんに壊れてた方がよっぽど痛手でございました。よかったコンセントで済んでっていう状態でございます。はい、それではまた次回ですね。次回も楽しく編んでいこうと思います。次回はこう合わせて最後までいければいいけど、どうかな、どうかなってところでございます。はい、それではまた次回お会いいたしましょう。じゃあ